東京都と三井不動産の驚くべき関係についてどれだけ知っていますか。今回の動画では東京都と大手デベロッパー三井不動産の間に存在する疑惑の数々を取り上げます。まず2024年の東京都知事選で参戦を果たした小池百合子知事に新たな疑惑が浮上しています。選挙後、元側近が提起した経歴詐称裁判や公職選挙法違反の告発が都政の透明性を揺るがしています。さらに都市整備局の幹部が三井不動産に天下りし、都市整備局が規制を緩和することで三井不動産が有利に大規模な都市開発を進めているとの指摘があります。神宮外苑再開発や築地市場は土地開発、そして晴海フラッグプロジェクトなどの主要プロジェクトにおいて三井不動産がどのようにして巨大な影響力を持つに至ったのか、その背景を探ります。特に注目すべきは2022年8月に行われた新秩父のミヤラグビー場の整備運営事業者を選ぶ入札で、三井不動産を含むグループが他のグループを大幅に下回る価格で落札した点です。この不自然な入札結果がどのような影響を及ぼしたのか、詳細に検証します。そして築地市場は土地再開発において地域住民の声が無視される形で進行するプロジェクトの実態も明らかにします。読売巨人軍の新しいドーム球場建設計画が持ち上がる中、地域住民の懸念や不満がどのように扱われているのかをお伝えします。最後に晴海フラッグ再開発プロジェクトにおける土地の売却価格の問題や都民の財産が特定企業に有利な形で取引されている現状についても掘り下げます。この再開発が地域住民に与える影響と市民がどのように関与し声を上げていくべきかについても焦点を当てます。この動画を通じて東京都と三井不動産の関係の全貌を明らかにし、都政の透明性と公正性を問い直すための一助となることを目指します。ぜひ最後までご覧ください。それでは小池百合子知事の選挙と疑惑について詳しく見ていきましょう。2024年7月東京都知事選が行われ、小池百合子知事が291万票という圧倒的な得票数で参戦を果たしました。都知事選では2位に石丸伸二氏が165票、3位に蓮舫氏が128票を獲得しました。この結果から都民の支持が小池知事に集中していることが明らかです。しかしこの勝利の背後には複数の疑惑が存在します。小池知事には経歴詐称疑惑がかかっており、元側近が街路大卒は真っ赤な嘘として裁判を提起しています。この疑惑は小池知事の信用を揺るがすものであり、多くの注目を集めています。さらに候補者として選挙活動を行う中で自身の PR を公務の一環として言っていたとされ、公職選挙法違反の疑いも持たれています。この件については上原弁護士と上脇神戸学院大学教授が刑事告発しています。小池知事の選挙活動の中でこれらの疑惑が浮上し、選挙後の都政運営に大きな影響を与えています。特に経歴詐称問題は知事としての信頼性に直結するものであり、多くの都民が関心を寄せています。小池知事の選挙戦の勝利は確かに圧倒的でしたが、その勝利の裏には多くの課題が残されているのです。小池知事の選挙活動の公選法違反の疑いについては上原弁護士と上脇教授が詳細な調査を行い、証拠を揃えて告発に踏み切りました。この告発は公務を利用した選挙活動が法に触れる可能性を示唆するものであり、今後の法的な進展が注目されています。都知事選の結果に対する都民の反応も多様です。小池知事が得た291万票という得票数は非常に大きなものであり、その支持基盤の強さを示していますが、一方で2位の石丸氏と3位の蓮舫氏に投じられた票も小池知事に対する批判票とみなすことができます。これにより都民の間で小池知事の政策やリーダーシップに対する評価が二分されていることがうかがえます。これらの疑惑と課題を抱えた小池知事の3期目がどのように進展していくのか、都民の関心は高まるばかりです。小池知事はこれまでの実績と支持基盤をもとに
これらの問題にどう対処していくのかが、今後の都政の行方を左右する重要なポイントとなるでしょう。次は三井不動産との癒着疑惑についてです。東京都と大手デベロッパーである三井不動産の間に存在する癒着疑惑は、多くの注目を集めています。この問題は、都市整備局の幹部が三井不動産に天下りしていることから始まります。具体的には、都市整備局の元局長や元幹部が三井不動産や三井不動産レジデンシャルに再就職しているということです。都市整備局が三井不動産に有利な形で規制緩和を行い、東京都内の大規模再開発事業を主導させたとされています。神宮外苑再開発や築地市場跡地開発、晴海フラッグプロジェクトなどの大規模な都市開発プロジェクトが、その具体例です。これらのプロジェクトにおいて、三井不動産は重要な役割を果たしており、その影響力が強いことがわかります。特に注目されるのは、2022年8月に行われた神宮外苑再開発の一環としての新秩父の宮ラグビー場の整備運営事業者を選ぶ一般競争入札です。この入札で三井不動産を含むグループが他の2グループの入札価格の約3分の1という破格の安値で落札しました。具体的には楽天、清水建設、 TBS グループが約226億円、三菱地所、大成建設、電通グループが約38億円の入札価格を提示していたのに対し、三井不動産を含む鹿島建設、三井不動産、東京ドームグループはわずか約82億円で落札しました。この結果は不自然であり、出来レースの疑いが持たれています。また築地市場跡地の再開発事業においても、三井不動産が主導するグループが選ばれました。このグループは鹿島建設、大成建設、清水建設、竹中工務店などのゼネコンだけでなく、トヨタ自動車まで名を連ねており、その規模と影響力の大きさが際立っています。さらに読売新聞もこのグループに名を連ねており、読売巨人軍の新しいドーム球場建設計画があるとされています。晴海フラッグ再開発では、土地が近隣基準時の9割引きという信じがたい安値で、三井不動産などのデベロッパーに売却されました。この問題に関しては、都の事業者が談合していた疑惑があり、損害賠償を求める住民訴訟も提起されています。これらの問題は、都民の財産が特定の企業に有利な形で売却されていることを示しており、東京都と三井不動産の関係の透明性が問われています。このような状況の中で、三井不動産が都市整備局の規制緩和を利用して利益を得ているとの批判が強まっています。都市整備局が三井不動産に対して規制を緩和し、その結果として高層ビル建設が進められるようになったことが指摘されています。都市整備局と三井不動産の関係がどのように形成され、どのように運営されているのかが問われるべき重要な問題となっています。次は築地市場跡地再開発と住民の声についてです。2024年4月19日、築地市場跡地の再開発事業を担う事業者が発表されました。選ばれたのは三井不動産を代表とするグループであり、このグループには鹿島建設、大成建設、清水建設、竹中工務店といった大手ゼネコンだけでなく、トヨタ自動車や読売新聞も含まれています。このように名だたる企業が名を連ねる巨大なコンソーシアムが築地市場跡地の再開発に関与することとなりました。特に注目されるのは、読売新聞がこのグループに参加している点です。ここには読売巨人軍の本拠地を築地に新たに設ける計画が含まれているとされています。具体的には、老朽化した東京ドームを捨てて新たに築地にドーム球場を建設する計画があるというのです。この計画が実現すれば、築地市場跡地は新たなスポーツ、エンターテインメントの拠点となるでしょう。しかし、このような大規模再開発計画が進行する中で、地域住民の声が無視されているという批判が高まっています。小池知事は築地は守るという公約を掲げていましたが、実際には築地市場跡地は巨大な商業施設や、新しいドーム球場の建設地となりつつあります。
地域住民はこの再開発が地域の歴史や文化を顧みずに進められていることに強い不満を抱いています。さらに三井不動産の影響力が強く、この再開発計画が事実上の出来レースであったという声もあります。三井不動産はすでに東京ドームを子会社として保有しており、築地市場跡地の再開発においても主導的な役割を果たしています。これにより地域住民は自分たちの意見が反映されず、特定企業の利益が優先されていると感じています。またこの再開発計画には多くの資金が投入される予定であり、その規模は計り知れません。三井不動産を中心とするグループが持つ資金力と影響力は非常に大きく、地域住民の声がどれほど反映されるのかが問われる状況です。このような状況に対して住民は自身の声を上げ、再開発計画に関与しようと努力しています。住民の声を無視する形で進行する再開発計画に対する不満は高まるばかりです。小池知事の築地は守るという公約が実現されることなく、築地市場跡地が商業施設やドーム球場に変貌することへの反発が強まっています。地域住民は自分たちの意見が反映されることを望んでおり、この再開発計画がどのように進展するのか、今後の動向に注目が集まっています。築地市場跡地の再開発計画は地域の歴史や文化を尊重しながら進められるべきですが、現実には特定企業の利益が優先されていると感じる住民の声が多くあります。このような状況に対して地域住民は自らの声を上げ、再開発計画に対する意見を発信し続ける必要があるのです。最後は晴海フラッグ再開発と市民の役割についてです。晴海フラッグ再開発プロジェクトは2020年東京オリンピック・パラリンピックの選手村を改修して進められる大規模な都市開発計画です。このプロジェクトは三井不動産を含む11のデベロッパーが関与しており、その土地が近隣基準時の9割引きという信じがたい価格で売却されたことが問題となっています。この価格設定については多くの疑問と批判が寄せられており、都民の財産が適正な価格で取引されていないと指摘されています。このプロジェクトの背景には東京都と三井不動産の密接な関係があります。都市整備局が三井不動産に有利な形で規制を緩和し、高層ビルの建設を可能にしたことで三井不動産は大きな利益を得ることができました。こうした関係性が疑念を生む要因となっています。また住民訴訟も提起されており、都の事業者が談合していたのではないかという疑惑も浮上しています。さらにこの再開発プロジェクトは地域住民の声を無視する形で進められています。地域の歴史や文化を顧みず、特定企業の利益が優先される状況に対し多くの住民が強い不満を抱いています。住民は自分たちの生活環境が急激に変わることに対する懸念を持っており、この再開発が地域社会に与える影響について真剣に考えています。晴海フラッグ再開発の一環として都が特定企業に対して非常に有利な条件で土地を売却したことが明らかになり、この取引が公正で透明性のあるものだったのかが問われています。この問題は東京都と三井不動産の関係性だけでなく、日本全国の自治体と企業との関係においても大きな問題提起となっています。特に公共の財産がどのように扱われるべきか、またその取引がどのように行われるべきかについて、より一層の監視と透明性が求められています。またこの再開発プロジェクトにおいては、都市計画の過程で地域住民の意見がどの程度反映されているのかが重要なポイントとなっています。住民の声を無視して進められる開発計画は地域社会に混乱をもたらす可能性が高いです。したがって都市計画における住民参加の重要性が改めて問われています。市民の役割はこうした問題に対して声を上げ、情報を収集し、地域社会の未来について積極的に意見を述べることです。 SNS などを通じて情報を共有し、地域の集会や公聴会に参加して意見を述べることが求められます。また情報公開請求制度を利用して
行政の意思決定プロセスや企業との契約内容について直接情報を入手し、検証することも重要です。メディアの役割も見逃せません。今回の問題も、週刊誌や新聞の報道がきっかけで明るみに出ました。質の高い調査報道を行うメディアを支援し、その報道に注目することも、市民にとって重要な行動の一つです。市民が主体となって、都市開発や再開発に対する意見を発信し続けることが、より良い都市づくりの第一歩となるでしょう。今回の動画では、東京都と三井不動産の間に存在する数々の疑惑と、その影響について詳しくお伝えしました。視聴者の皆さんは、東京都の都市開発プロジェクトがどのように進行しているのか、そしてそれが私たち市民にどのような影響を与えるのかについて、改めて考えるきっかけになったのではないでしょうか。動画をご覧いただいた皆さんの感想や意見を、ぜひコメント欄にお寄せください。今回の内容について、特に印象に残った部分や、さらに知りたい情報があれば、ぜひシェアしてください。皆さんのコメントが、今後の動画制作の参考になりますし、同じ関心を持つ視聴者同士のディスカッションの場にもなります。また、今後も東京都や他の自治体における重要な問題や疑惑について取り上げていきますので、まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。最新の動画情報を見逃さないためにも、通知ベルの設定も忘れなく、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。この動画を通じて、少しでも多くの人々が都市開発や、政治の透明性について考えるきっかけとなれば幸いです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。